ラク差別という呪いを受けた村に生まれた話これがツイッターで話題になってたのでちょっと触れていこうと思うんですけどもここで呪いっていうのはねあくまで比喩的な表現なんですけどもただいいっていうのは確確かかにある意味的なな表現かもしれないです実際ねその村全体が呪われてるようなところっていうのは確かにあるかもしれないです。 この話さらっと読んんででみたんですけど要は、ね、ちょっと山奥の被、えー、差別部落というか童話事故なんでしょうけどもそこではその子どもの頃からのこの村は部落差別を受けてきましたっていうふうに教えられてそれで特別な学習会があってそれで、まあ、差別をなくそうとか言ってる割にはその村の中で。 いじめがあったりとかで、まあ、すごく疎外感というものが外にも家にもあったという、まあ、そういった話なんですよね。でいやもちろんねそれはもうこの神奈川県人権啓発センターを見てれば分かるんですけども実際関東の多摩の部落なんかもほとんど解放されてるしあの奈良でさえね 完全解放されてもう部落だったような忘れてるような場所がありますからね。だから全部が全部っていうわけじゃないけども、実際こういう呪われたような雰囲気がある。部落っていうのは確かにあるんです。この話にね。一致するようなものがあるとすれば、例えば鳥取県で言えば地図町とか川原とかやず、うん、のあの辺の部落ですね。山奥の方なあの辺はね。確かにこういう雰囲気がありました。 やっぱりね解放運動が活発でねそれでもうその教育に洗脳されてしまうんですよね。これブラック差別という呪いっていうけどねでもブラック差別というよりは結局は解放運動同和情勢でそれに伴う教育なんですよね。まあ見方を考えれば変えれば今のブラック差別っていうのは結局その近世からのものではなくてそういう現代の。 解放運動とか教育が生み出したものという要素がもう9割以上あると思うんですよねまあその話またするんですけどもそうなねあここは呪われてるなっていう感じのは滋賀県でもね時々そういうことを感じさせるような村がありましたそこで、まあ、そこの、ね、村の人も仲良くなっていろいろ話もしたんですけどもやっぱりね劣等感が半端ないんです半端ないんですよね。 僕に対してもなんかどうせここはプラグだからとかね周りから阻害されてみたいなことを言うんですよだけど人間ってね生まれつきねそういう考えを持つわけないですからねその場,所に場所がプラグだからって脳みその構造が変わるわけないですからやっぱ子どもの,の,の頃からの教育で,でいかにダメな教育をやってたかっていうことですよね。ま,あ、まず中で言えばやっぱりお前はプラグ出身だっていうような教育をするとでちょっとねありえないような。 例えば狭山事件に対抗するために絶剣投稿したりとかですねで延々とそういう部落はいかに差別されてるかっていうのは、まあそういう教育で洗脳されたりとかあとはまあ聞いたのはの学校の先生がねそこに赴任してくるとその部落の中を見せてねここは部落なんだっていうことをもう学校の先生にも,もう植えつけるわけですよ。じゃあそういううい先生に教えられた子どってどうなの っていうふうに思うんですよねここの人間は差別されてるんだ一つ下なんだみたいな感じでねそういう考えを植え付けられてそれで教育されるわけですよそしたらやっぱ呪いがかかった状態になるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね、まあ、この空気感はねやっぱ実際にねそういうことをやっている部落に生まれた人じゃないとまあ分からないと思うしね、うん、まあ実際、まあ、そこを そういういところに生まれた人からね、生々しく話を聞いてれば、まあ言ってみればその村全体がねある種こうカルト宗教に入ってるみたいなもんですからだからこの人はもうこの話をするのはそれっきりだしもうあの村のことは自分の自分にはなかったことにしてるっていうけどもまあそれでいいんじゃないかと思います。 ただ、まあ、気になるのはね、今はどうか知らないですよ、昔に比べたらだいぶ緩くなってです、ね、こうやってみんながスマートフォンを持って SNS SN やるようになると、どんどんね、みんなね、うちの村でやってることは異常なんだっていうことに気づき始めるから、ね、それで、特に若い人は正常化していってるというのを感じますので、まあ、そういったお話でした。それではまた、えー、ブラック探訪、その他啓発動画等でお会いいたしましょう。